スクーター、スクーター、A、スクーターは、オートバイのうち運転者の足元にあるステップ状のフロアに足を乗せて運転する車種の総称である。一般的には、無断変速機などによるオートマチックトランスミッションを搭載し、後輪サスペンションエンジンと一体化したユニットスイング式とするものが多く、エンジンをはじめとした機器類はカウルによって覆われる。 1953年、昭和28年にの通商産業省、現経済産業省等が定めた定義では、原動機を座席の元に設け、前方に足踏み台のある車輪の直径が22インチ以下であるような二輪自動車を指すとされ、もともと英語では、キックスケーターのことをスクーターと呼んでいたが、それと同様の外観でエンジンなどを積んでいることから、 前述のようなオートバイについてもスクーターと呼ぶようになった。前述のような構造からスクーター以外のオートバイと比較して容易に取り扱うことができる。乗降時に足を高く上げる必要がなく収納スペースを設けることが可能なことなどからもっぱら近距離の移動に利用される低排気量の車種では実用性を重視してスクーター型を採用するものが多い。こうした特徴から 長距離移動向けに快適性を重視して、スクーター型を採用する、大気両車種も存在する。1910年代に、アメリカのオートプットカンパニー社が、キックスケーターの前輪にエンジンを一体化させた、立ち乗りスクーターとしてを発売した。4ストローク 125cc 短気筒エンジンに、前後10インチホイールを備え、時速 25km での走行が可能であった。 1919年にイギリス社が発売したにはサドルが設けられ、財で運転できるものであった。また、特許出願に際して、モータースクーター、モータースクーターと呼称していた。スキュータ・モッタは、アンダーボーンフレームの完全なステップスルーで、4ストローク 125cc 単気筒エンジンを搭載して、時速 40km を出せたと言われる。エンジンは、サドルの下に搭載されているが、 これを覆うカバーの類は設けられていない。1920年代前半にはスキュータモッタに似たコンセプトのオートバイが各国の複数のメーカーから発売されていい。1920年にイギリスグロースターシャーエアクラフト社が発売したニバスには外装パネルが全体に装備され機械構造部分はほぼカバーされていた。1930年代にはアメリカのパウエル サルズベリーほか数社が外装で覆われた小排気量エンジンと小型ホイールを備えたスクーターとしてほぼ完成されたスタイルを持つオートバイを販売していい。現在のスクーターのスタイルを決定づけた機種は1946年に製造が開始されたイタリアピア自動車製のベースパ98であると考えられがちだが 前述の基本的なスタイル要素は、ベスパ登場以前にでに完成されていた。第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争後の占領下にあった日本では、スクルーターの位置づけが、連合国、アメリカやイギリスなどとは異なっていた。日本でも、欧米でも、スクルーターが、オートバイより高価、高級な乗り物であることは一致していた。しかし、敗戦後もない日本では、 オートバイより乗り心地が良く、積載量にまさり実用性が高く、かつ四輪車より安価なスクーターは、いわば高価な自動車に対しての安価な代替手段として、荷物輸送手段や人の移動手段に用いられた。一方で、当時のアメリカやイギリスでのスクーターの位置づけは、ツーリングに出かけたり、ティーンエイジャーの遊びなどに使う、オートバイより高級な娯楽の道具であった。そのため、 GHQ は当初は欧米でのスクーターの位置づけから、これを贅沢品とみなし、スクーターの生産を中止する指令を出した。GHQ の欧米人たちは、日本人がスクーターを実用目的の交通手段として使うとは思っても、見なかったのだ。GHQ の指令を受けて、スクーターメーカーと自動車工業会通産省が GHQ に日本のスクーター事情を説明した結果、 実用品として生産が認められた。日本で本格的に普及した最初のスクーターは1947年に富士産業、現、富士重工業が製造を開始したラビットである。翌1948年には中日本重工業、現、三菱重工業がシルバーピジョンの版を開始した。当初は5インチ程度の昇級タイヤに2馬力の非力なエンジンで、 サスペンションも、ごく単純なものしか備えられていなかったが、国内の道路状況の改善とともに急速に進化し、国民の足として活躍するようになった。1950年代には、参考工業のジェット、平野製作所の平野、東証自動車工業のパンドラ、宮田製作所の宮ペットなど代償各社が参入したが、メグロやキャブトンといった戦前からのオートバイメーカーは、 参入せず、スクーター市場は、ラビットとシルバーピジョンの2社がリードしていた。この状況を横目で見て、オートバイの製造メーカーとも市場に参入し、ホンダとが、ヤマハがそれぞれ、ジュノーと SC-1 を発売した。1954年から発売された、ジュノーは FRP で覆われた全天候型ボディと、肩持ち式足回り、キロバイト型、 バダリー2型無段階変速機、M85 型などを装備した。1960年発売の SC-1 は、当時のライバル、ラビットスーパーフロー型を上回る、動力特性、2ストローク、10.3馬力と、流体式、トルクコンバータを備え、受納同様に型持ち式サスペンションを、在した。だが、実用車のシェアは、 1958年に発売されたスーパーカブのような積載量が高く乗り心地が良く、かつスクーターより安価なビジネスバイクに移りつつあった。一方で1960年代に入ると四輪自動車が普及し、一般家庭への普及はまだ先の話であるが、法人や観光庁においては営業者の中心となった。スクーターはその間に挟まれて中途半端な存在となり、 市場は縮小した。ホンダヤマハム1車種だけ発売したスクーターのみで生産開発を打ち切り、専業メーカーの車種もシルバーピジョンが1964年に、ラビットが1968年に生産を終了すると、日本国内にはスクーターを製造販売するメーカーが存在しない時期が訪れた。1976年に、ホンダはシンプルな構造のロードパル、通称 ラったったを発売し、簡単操作、軽量、低価格を売りにして、主婦層への浸透を図った。これに対抗してヤマハは1977年に、パッソルを発売した。前者は、モペット、後者はスクーターであり、構造が違うが、当時は両社とも、ミニバイク、ソフトバイクと呼ばれ同一視され、主婦層に普及した。などの実用一辺倒のビジネスバイクとは一線を、 隠すおしゃれなアンダーボーンの車体に自動クラッチ、自動変速を備えており、始動方式はキック式が採用されていた。また、ブレーキ系統も実用車や従来のオートバイと異なり、左レバーで後輪ブレーキを操作する自転車式であった。出力はロードパルが2.2馬力、パッソルが2.3馬力と極めておとなしいものであったが、自転車感覚で乗れることが多いに受けて、 ブームを巻き起こした。中でもパッソルはスクーター構造であることからステップスルーを採用して女性がスカートを履いたまま足を揃えて乗れることをアピールしライバルのロードパルに対して大きな強みとなった。またイタリア製スクーターベスパも国産のソフトバイクが自動変速であるのに対して手動変速を採用していたがステップスルーゆの乗りやすさから値段が高価な割には 高い人気を得た。これがスクーターブームの先駆けとなった。対抗してホンダは1980年にホンダタクトが発売。その後は各社から様々なスクーターが発売され、スクーターのラインナップが充実してきた。1983年にはビートが発売された。最高出力は自主規制値の 7.2PS であり、50cc クラススクーターの中では、 国内最高出力、世界初水冷 a サイクルエンジン2等、ハロゲンヘッドライトメンテナンスフリーバッテリー、10日公式4連メーターなど特別な車種でったが、車両価格が高いこともあり、販売台数は少なかった。ラビット時代のスクーターは、排気量が大きく、この当時の運転免許制度では、自動二輪免許が必要な排気量のものが主で、あったのに対し、 原付き免許で乗れる 50cc 以下の車種がほとんどとなった。当時はヘルメットの着用義務がなかったことやエンジンの性能が向上して 50cc でも十分な動力性能が得られるようになったことが理由ともなっている。同時に 50cc クラスの国内市場は実用車のタワーほとんどをスクーターに占められるようになった。ホンダスペーシー250フリーウェイは250。 CC のエンジンを採用し、さらに、ホンダフリーウェイでヘルメットを2個収納可能な、メットインタイプとなった。また、1986年発売のホンダフュージョンは、ロングホイールベースを初めて採用したが、当時はそれほど注目されなかった。これらのクラスは、ホンダの独断上であったが、1995年に、ヤマハがマジェスティを発売し、そのデザインとともに、利便性、 快適性を求めたコンセプトがヒットしシェアは8.6%となった。ホンダフォーサイトの発売と大ヒットによりシェアも13.1%となって、その後ビッグスクーターのラインナップは拡大し、国内4メーカーのうち、川崎を除く3社が幅広い商品ラインを展開している。これらブームも続き、ピークとなる2005年にはシェアはほぼ半分、6月には、 オートマチック限定免許も新設された。現同着付け自転車と異なり、二段階右折、時速 30km の法定速度など制限を受けず、快適性が高く、また通常のオートバイよりも二人乗用が、快適など利便性と簡便性において優位性を持っていることブームとなった理由とみられている。日本でビッグスクーター、ビッグスクーターと呼ぶスクーターは、 ヨーロッパで、マキシスクーター、マキシスクーターと呼ぶ、原付機種、原動機付自転車は2007年施行の、排ガス規制強化の影響を受けその対策によって、車体価格が大幅に値上がりし、2007年以降販売台数が大きく減少している。また、軽二輪、普通自動二輪車や、排気量 250cc を超える、自動二輪、オートバイの販売台数も、 同様の理由で減少傾向の意図をたどっている。原付二種も同様の理由で減少はしているものの、減少度合いが比較的小さく、むしろ2008年から2010年にかけては回復基調にある。そのような状況の中、ビッグスクーターより車両価格が安い 50cc 上 -150cc の排気量を持つ。 原付2種や軽2輪クラスの小型スクーターの人気が高くなっている。デザインや装備がビッグスクーターに近いホンダ PCX や自動車専用道路を走行可能な PCX150 も販売予定台数を大幅に超える販売数となっている。近年ではキムコやシムなど日本のオートバイメーカーから技術供与を受けて成長した。 台湾メーカーによる50から 125cc クラスの製品が日本市場に進出してきている。ステップスルーを可能にする車体形状ではダイヤモンド型やクレードル型といった合成の高いフレーム形状を採用できない。エンジンやトランスミッションはスイングアームに一体化したユニットスイングと呼ばれる機構を採用している。そのため重心が後寄りになり、 後輪のバネ下荷重が大きく、滝藤のエンジンを搭載することは、スペースの制限により難しい。膝の間にタンクがないためニーグリップと呼ばれる乗車姿勢を取ることができず、膝を使った車体のコントロールや乗車姿勢の安定化が難しい。昇景タイヤを採用している車種が多く、それらは路面の凹凸の影響が大きく直進性が劣る場合がある。一方、 アジア諸国では、道路の整備状況が悪い。またヨーロッパでは、石畳の道路が多く存在するといった理由から、体型のタイヤが採用されている場合が多い。外観衣装を優先するため、あるいは車体内に収納スペースを設けるために、車体は外装パネルで覆われている車種が多い。カウルを持たないオートバイに比べると整備性が悪いが、収納スペースの利便性を重視している点も、 スクーターの大きな特徴で、ヘルメットを雨や盗難などから守ることができるメットインスペースは近代のスクーターを象徴する機能の一つである。これに宣伝をつけたのが1985年、昭和60年のヤマハボクスン2ストローク短気筒 49cc5.2 馬力、であり、この流れは1987年。 昭和62年のホンダタクト、メットインタクトストローク短気筒49、49cc、5.8馬力に引き継がれ、現在販売されているスクーターでは、一般的となった。このほか、グローブや雨具を収納するボックスや、買い物袋を下げるためのフックが用意されている場合も、ある。排気量が 250cc もしくは、それを超えるスクーターは、ビッグスクーターとも呼ばれる。 リアシートが大型化して全長が長く、車重も重くなる車種が多い。これらは二名乗車における快適性や高速道路走行を視野に置いた走行安定性を重視しているため、小型のスクーターとは異なる設計となる。走行安定性を確保するために、体型のホイールを採用したり、扁平タイヤやラジアルタイヤを使用するものが見られ、車種によっては、 座席前方中央部に乗車姿勢を安定させる突起を設けたものもある。収納スペース要席は機種によって異なるものの大容量化しており、ヘルメットが2つ収納できる車種が多い。強力な制動力を持つブレーキや ABS、明るいヘッドライトなどが採用される場合が差は、それらを長いホイールベースで高出力の重いエンジンを搭載した上に、 二人乗りでも安定した乗り味を求められることから、光合成を確保しやすいフレーム形状が採用され、ステップスルーが不可能となっている車種が多い。特に高速走行を想定した大排気量スクーターは、サスペンションの性能を追求するためにエンジンを車体フレームに固定して、ユニットスイングを用いない車種もある。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。